はい、本日ですね、ノースフェイスの秋冬に買うべきアイテムをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、先日ですね、ノースフェイスの新作のアイテムをご紹介したときに、いや、これ買うべきアイテム実はあるんですよと。で、それまた別動画で作りますねって言ってたのがこの動画になってます。なのでね、ノースフェイスで言ったら、あれ買いたいな、これ買いたいなと思ってはる方いらっしゃるかもしれないですけど、僕からしたらね、いや、これめっちゃいいんですよと。これ見逃してませんかっていうのがありますので、まず早速1点目からいきたいなと思います。1点目はですね、まずみんなこれアウターとかに行きがちなんですけど、まずこれを買ってください。そう、ヌプシの靴ね。で、これヌプシの靴、こんなんいりますのって思うかもしれないですか。それはノースフェイスをこう見張るぐらいの人やから、ある程度これも持ってはるじゃないですか。でね、これがね、もうこれもんでこれもんじゃないですかってなった時にね、これ持ってたら部屋とかで履けるんですよ。だから室内用としてこれ買ってほしいなと思ってて、それは家に床暖入ってる人はね、必要ないんですけど、床暖入ってない人って結構暖房は顔とかに効いてくるけど足寒いってあると思うんで、これ一足あるだけでね、めちゃくちゃあったかいというか全然違うので、ぜひぜひ部屋履き用としていいかなと思います。値段はね、1万円切ります。9000なんぼとか8000後半かな、ちょっと忘れたんですけど、だいたいそれぐらいなんで、まあシューズとしてはそんなに高いもんじゃないんでね。まずこちら1点目。そしてね、2点目は何かと申しますと、2点目もちょっと小物になるんですけど、何かというとですね、グローブですね。これはノースフェイスの中でもかなり優秀なアイテムの一つやと思うんですよ。っていうのも、他のブランドでこれできるんかって言われたら、でって言うぐらいね、できひんと思うんですよね。で、まあまずどっちでもええんやけど、こっちのグローブに関してはもう完全に風を通さないですっていうようなグローブになってて、これが6000円か7000円ぐらいなんで、冬は自転車乗る方とかはね、いいかもしれないですよね。で、対してこの黄色の方はね、僕が個人的にこっちの方が好きでね、こっちよくつけてるんやけども、もちろんブラックもあるけど、これヌプシのね、グローブになってるんですよ。だから中にね、綿が入ってるので、これはどっちかって言ったら自転車とかじゃなくて、そもそも手を温めたい、だからこう徒歩で歩いてる人とか、暴風じゃなくていいよって方はね、こっちになるかなと思います。ちなみにスマホもね、対応してるますし、ヌプシの方じゃなくてこっちの風通さへん方でもね、スマホ対応しますので、まあどっちでもいいんですけど、前まではね、僕もね、この風通さへんを使ってたんですけど、最近はもうこっちのヌプシの方ばっかり使ってます。まあちなみにただね、劣化とかはもうしてますよ。この辺ちょっとボロボロ破れてきたりして知らしてるし、まあこの辺はね、やっぱり数千円やからちょっと仕方ないかなと思うんですけど、本当に毎日使っとったんで、これはもうノースフェイスの技術がないと無理っていう感じのね、パーカーとかロンティー買うぐらいやったら、僕は絶対このね、グローブ買った方がいいって個人的には思ってるんですけど、パーカーとかロンティー買った方申し訳ございません。そんなディスりたいわけじゃないんですけどね、それぐらいこれいいよっていうことで、こちら2点目になっております。なので3点目にはロンティーとかパーカーは出てきません。3点目は何かというとですね、とうとう皆さんがお待ちかねしておりましたマウンテンパーカーでございます。で、マウンテンパーカーってね、ノースフェイス結構あるんですよ、数がね。で、まあ今ちょっと僕が持ってるだけでも、まあ種類だけでもね、これぐらいバーって種類はあって、まだ同じやつとかもいっぱいあったりするんですけどもね、まあこの中から何選んだらいいか分からへんってなった時は、秋冬に関してはもうこの2点のどっちか、まあマウンテンライトジャケットっていう、まあナンバー2のジャケットか、もしくはもうナンバー1のマウンテンジャケット、これはもうラオジャケットとも言いますが、一回ラオジャケット着てみましょう。なぜラオジャケットかと申しますと、北斗の拳のラオのごとく最強のジャケットであることから、勝手に僕がラオジャケットと命名したんですが、これはもう完全防水です。もうどっからも水入ってこうへんし、もう風も入ってこうへんし、さらにこう中にインナーを切れたりとかして、フリースとか入れたりガッチャンコして寒くなっても対応できるようになってたり、あとはね、スノーカフって言って、こういうスノーボードとかスキーとか行く用のにも対応してますし、それでいて、例えば自転車とか乗ってたりしたら、こういうベンチレーションって言ってね、熱を ね逃がすシステムがあるのなんかもね、まあこの辺が一番いいスペックになってるんですけど、まあこれがラオジャケットですね。で、とは言いながらね、これがまあ5万5000円ぐらいしてて、もしかしたら今値上がりしてるかもしれんけども、ちょっと高いって思う方はね、この4万円、1万円ぐらい安い、1万5000円ぐらい安いマウンテンライトでも全然十分かなと思います。まあこれもブラックはあるんですけどもね、毎年いろんな色が出てますが、まあこの辺りなんかは比較的買いやすいし、さらにまあ余計なそのベンチレーションとかはもうないんですけどね。で、スノーカフとかもなくて、ほんまにシンプルにバッて着るだけやったら全然これでいいかなと思うんですが、いや、ラオウがいいよと。どうしても俺もラオウ北斗の拳呼んでたし、パチンコも売ってきたと。今まで散々 CR 北斗の拳にもう突っ込んできたから、ここはちょっとラオウで行かせてくださいっていう方はね、ノースフェイスの店員さんとこ行って、すいません、ラオウジャケットくださいって言ったらね、ラオウジャケット出していただけると思うので、まあこのどっちか、マウンテンパーカーもラオウかケンシロウかどっちかでいいと思うんですけど、まあこの2つかなと思います。で、次がね、あと2点です。あと2点で、あと2点じゃあフリースなんかな、ジャケットなんかなと思うじゃないですか。フリースは今回入ってきません。で、フリースに関しては、はっきり言ってノースフェイスはロゴで欲しいんやったら買えばいいと思うんですけども、フリースでもっと生地いいやつとか、もっといいやつ何って言われたら、間違いなくこの辺りのパタゴニアの方が全然いいです。で、なんでかっていうと、そもそもね、フリースってパタゴニアが作ったんですよ。パタゴニアとポーラテックっていう
ていう会社が共同で作ったのがこのフリースの始めなんですね。それまでっていうのはフリースなかったんですけど、今から50、60年ぐらい前にねできたっていうのがもう元祖なんですよ。でここが作ったフリースを他が他社が超えれるわけがないっていうことでね、まあラーメン屋とかもそうじゃないですか。元祖家系ラーメンって言ったら横浜の方どこですかって言われたら、まあ、吉村屋って言うと思うんですけど、吉村屋を超える家系ラーメンってそれあるとかいろいろ言う人はおるけど、元祖どこなんて言ったら吉村屋なんですよ。だからあんな目の前にみんな並ぶんですよ。僕も1時間並びましたけどもね。じゃあそれがうまいんかどうかって言われたら人によって考え方は違うけど、元祖はもうあそこなんですよ。それと一緒、元祖はここなんですよ。で僕は個人的にこっちの方がいいと思ってるので、フリースやったらまあパタゴニア行った方がいいんかなとかって思ってるんですけど、まあ、開発したブランド系あるなとは思いますし、でも逆に言うとマウンテンパーカーはパタゴニアじゃないなと思うので、ノースウェイスの方がいいかなって個人的には思うんですけども、まあ、そういったところでフリースは入ってません。では何が入ってくるんですかって言われたらですね、これ意外かもしれないですけどパンツです。パンツが入っています。で、あ、こういったデナリのフリースパンツですかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これでもございません。やっぱりフリースはちょっと弱めっていうことなんで、フリースではなくてこういう中にね綿が入っている中綿パンツっていうんですかね、まあダウンじゃないんやけども中に綿が入っていることによって、ほんまの真冬1月とか12月とかって何のパンツ履いても寒いじゃないですか。そんな時にはこういう中に綿入ってるパンツ履いておけば、ほんまにちょっとコンビニ行くとかでも全然違いますし、まあさすがにこうデートする時とかはちょっとこの中に綿入ってるの女子から嫌がられそうやけども、ちょっと出かける飲み会行ってくるぐらいやったらね全然寒ないんですよ。だからみんなアウターアウターってばっかり言うんやけど、いやいやパンツなんよと、パンツ待ってくださいよっていうことなんですが、これに関してはね一昨年買ったモデルなんやけども廃盤になってたんですよ。で去年はちょっと違うモデルで出たりしてたんで、今年もしかしたら出えへんかもしれないですけど、出なかったら僕が作って出しますのでご安心ください。僕自分でブランド持ってますので中綿のパンツ作ります。まあもしねこうノースケースから出ればね、これはもうぜひ買いやと思うんですけど、まあそういったところで、軽く宣伝も入れましたけども、そういったパンツがおすすめです。だから今のところ紹介したのはまずは靴ですよね。でその次にグローブも買ってくださいと、そして中綿パンツもいいですよと。そして忘れたらダメなのがラオですよね。ラオも忘れないでっていう話はしたんですけども、じゃあ4点いきました。じゃあ最後5点目何いきますか。もうこれはズバ抜けてめっちゃいいので、何かというとダウンです。でダウンジャケットって言ったら何がいいのって言われるんですけども、ちょっと待ってくださいね。ここにダウンジャケット一回並べましょう。これが30年前から発売されているヌプシジャケット、ほんで真冬に着るアンタークティカパーカー、これも北極大陸とか南極大陸で着るんちゃうかって言われているようなアンタークティカパーカー、そしてバルトロ、ビレイヤパーカー、マウンテンダウンと、まあこの辺がね定番っちゃ定番なんですけど、はっきり言ってこれに関してはどれでもいい。もうどれでもその人の用途に合ったやつだったらどれでも、他のブランドでは味わえへんようなスペックのあのアウターを実感できるとは思います。ただこんなもっといいスペックが欲しいって言って、このヒマラヤンパーカーって言って、これ10万ぐらいするんですけど、9万かなぐらいするんですけど、ここまでは行く必要ないです。でなんでかっていうと、僕これ買ってから1回しか着ておりません。1回着て、あ、もう着ることないわと思ったんで、ずっとここに飾っております。だからここはあんまりはっきり言って大阪の人とかはいらんかなと思うんですけど、まあ、それ以外であれば用途によっては使うやろな。例えばヌプシとかやったら、もう日頃こうパッて着てどっか出かけるってなったりしたら、よく出かけると思います。ちなみにこれヌプシね、よく見られてる方、あ、タクソーのいつものこの流れ、冬になったらこの服着てるよねっていう感じだと思うんですけど、まあ、これはね僕がノースウェイスで検証した中で一番あったかいのが意外とこれやったし、一番コスパもいいということでヌプシを押してるんですけど、まあそこはいいとして、まあ、こんなんも着れるし、このねアンタークティカパーカーとかはね、もうものすごいハイスペックやから、こうじっとしてる人なんかはね、例えば釣りとかはめちゃくちゃこれ向いてると思います。でまあそれ以外にやったら、僕とかやったらこうカメラマン連れて行ってね撮影とか行くんですよ。で撮影ってもうずっと外におるんですね。そういう時とかはこうカメラマンとかはこういうの着とくといいかもしれないですね。演者はこうやって動いてるけども、カメラマンずっとこうやって止まってるだけやから、そういう方にはいいかもしれんし、あとまあビレイヤーとかね、バルトロとか、ね、マウンテンダウンとかね、まあもうその人による、もうその人好きなやつ着ればいいっていう感じなんですけど、もう年がちょっとめんどくさくなったんで着るのやめましたけども、そういったことでダウンジャケットに関してはほんまにこれはもうスペックがね、もうノースフェイスじゃないと体感できないと、まあ、僕は思ってますので、以上5点がねおすすめです。なんかアウターに関しては、まあダウンに関してはね、またそのどれどれおすすめの人ってまた出したらいいかなと思うんですけども、とかもしくは自分の着たいものを着ればいいかなと思います。ただヌプシに関してはね、ちょっと羽が出やすいっていうデメリットもあるんですよ。コスパめっちゃいいって話したけども、もう綿がね出てきております、中からこんな感じで。でこれに関してはこの外の生地がね比較的薄い生地使ってるんですよ。で他のやつは薄いねんけども頑丈な生地がちゃんと使われてるけど、これに関してはそういう生地のブランドとか使ってないので、まあその分値段安いんやけども、こう綿がちょっと出てきやすかったりはするというところもね、まああったりするので、あとはどう選ぶかなんですけど、僕の過去の動画を散々回してください。そしたらね、いろんな話してます。今ちょっと正直覚えてないです。忘れて、何デニールとか何フィルパワーとかもう忘れてるから、過去の動画見てください。でまたね、僕も秋口からガッ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 喋り出したらね、いろいろもう思い出してくる
ると思うんですけど、今まだ夏ですので全然何が何かスペック覚えておりませんので、まあ、そんなところで今日は終わりたいなということで、本日はですね、秋冬に買うべきノースフェイスのアイテム5点を紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。